愚数用中央がなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。先日久しぶりに髪を切ってまいりました。お世話になっている美容室がこのところずっと時短営業しているということもあって、なかなかこう予約のタイミングが合わなかったんですけれども、先日夕方のちょっと遅い時間ではありましたけれども髪を切っていただきました。まあ、家の中で仕事をすることが多くなって、こう出かけることが少なくなったとはいえ、やっぱり身だしなみは大切だなというふうに思いましたし、何より自分自身がこうさっぱりして気持ちがいいな、気分転換になったなという感じです。ただリモート会議で誰も髪を切ったことに気づいてもらえなかったのはちょっと残念だったなというふうに思っています。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は琉球銀行頭取の川上康さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりです。川上さんは1961年生まれ、那覇市のご出身です。東北大学経済学部を卒業後、1985年に琉球銀行へ入行。小座支店長、営業統括部長、取締役総合企画部長兼関連事業室長などを歴任し、常務取締役を経て2017年に頭取に就任しました。今回はこれからの琉球銀行についてお聞きしています。なお、このインタビューは10月23日に収録したものです。それではどうぞ。琉球銀行の話を聞かせてください。2021年は、ポート支店の旭橋の空間に頭取の部屋もあって、はいはい、あそこで、私部屋ないですよ。お、そうですか。じゃあ、大部屋、役員大部屋っていうルールでやってるんで、うん、役員は今5人が 1つの部屋で、雲寺の本店の時もそうだったんですか。ここもそうです。そうですか。じゃあ新しいところ、まあ、私どこもないです。でこっちに建て替える新本店もないです。うん、琉球銀行の頭取室というのはない。はい、ま、前はあったんですけど、うん、私の前任の近所、今会長ですけどね、うん、彼の時になくして。なるほど。ないです。私もこれ復活する時は全くないですね。あの頃から変わったなとは思ってますけど、前頭取の頃から。なるほど。そこは象徴的な話だったんですね。でも私実はね、原案作ったのを、うん、当時企画課長で、20年前に私企画課長だった時に、うん、頭取室を廃止しましょうっていう経営計画を作ったんですよ。うん、役員室をすぐボツになりましたけど。うん、あのくらい無理だろうな。まあ、それをまあやってもらったのが金城会長でしたね。うん、ですから私も全然これはフェーバーで、今後未来永劫復活しないようにしてやろうと思ってるんですけど、それ世の中それが当たり前になってきてはいます。ただそれの最後の最後が銀行という業界だろうなと世の中は思ってるんですけども、それは先になさっておられる、そういうふうに見えますよ。まあ、やっぱりね、うん、一人の能力って決まってるんですよね。どんな優秀でも、役員が5人いたら、5人がチームワークを張って、ね、活動したら一人の5倍働くわけですよ。川上さんの時間いただけるというので、僕は本屋に寄ったらザ・銀行員はもういらないという本があって、あ、そうですか。うん、これコロナ禍で書かれた本なんですけど、うん、ちらちらっと読んでいたら面白い銀行いっぱい出てくるんですよ。うん、元共同通信の記者が取材して回った本でね。そしたらその中に流銀の行員も出てきて、伊礼さんだったかな、伊礼君、うん、広報戦略練ってる方ですよね。そうですね。でそどうタイトルされてるかというと、 DJ バンカーと書いてある。 DJ バンカーと書いてある。僕も読みましたよ。うん、そういう面白いというか、この銀行員らしくない銀行員たちも流銀の中に生まれてきてるんだなと。うん、まあ、生まれてきてるし、別に彼がだけじゃないと思うんですけど、で私自身はやっぱ組織が成長するためにはやっぱダイバーシティというのが非常に重要だと思うんですよ。うん、はい、でそれはまあ、いろんなダイバーシティの考え方なんだけれども、例えば性別の問題もあるしね。うん、
うん、それから、非正規の問題もシニア層の活用とか、それから、まあ、こういった、ね、特殊能力を持った人たちの活用とか、うん、いずれにしてもです、ね、いろんなやつがいたもんですよ。で私あの社内で言ってるのはですね、あのやっぱ我が社は一応自由かたさ企業文化っていうのを標榜してそれを目指してるんですけれども、で例えば東京のトップがこう言ったからね、うん、みんなこれに向かって突き進むんだってこんな会社よくないと思ってるんですよ、うん、で一人が間違えたらみんな沈んじゃいますからね、うん、やっぱそういった時に あんた違いますよ言うやつとか、もっと面白くありますよとかね、そういう人がそこら辺にいた方がね、非常に戦える組織になるんじゃないかと。それはトップがずっとそれ言い続けてるってすごく大事だ、そういう、うん、組織風土できてきますから、ね、いやその入江さん の政策というか仕事プリは県内よく知られていて、うん、龍銀ロボとかも、龍銀ロボとかね、彼の専門分野ですよね、うん、僕もその広報戦略を専門としているものからすると、うん、やっぱり龍銀の広報戦略、メディア戦略、これはもうトップですよ、うん、例えば俺が今さっき話したカードビジネスってやつね、アクアイリング、特にアクアイリングですけれども、はい、加盟店ビジネス、これ私が発案したんですね、一番最初に、ね、うん、その時のこと本当によく覚えてるんですけど、その、まあ、役員会でね、うん、まあ、当時私は、部長くらいだったのかな、うん、部長だと思うんですけど、うん、いやこんなのを考えましたと、うん、でこれは儲かりそうですっていう説明された人、うん、川上君これすげえなとか言って、うん、でところでどの銀行やってるんだって、いやどこもやってませんって言ったらシーンとするんですよ、うん、で出てきたのがお前ちょっとおかしいんじゃないかと、うん、どこもやってないってのはお前が気づいていない悪いことがあるからやってないんだと、うん、それに気づいてないお前悪いやつなんだとっていう、そういうロジックなんですよ、うんうん、で、まあ、それを何度もチャレンジしてね、結果的には認めていただいたんですけども、うん、やっぱすぐね来るのはやっぱり銀行員の横並び思想みたいなのがね、うん、あって、出る杭は打たれるじゃないんですけど、何か変わったことをするとね、それはやってないからうまく聞こないとかね、うんうん、こんな発想になっちゃうんですよね。でも結果的に見てみると今うまくいってるんですよそれが、うんうん、だからそういった突拍子もないことをね、予想がやってないものをやってるということが大事な、大事だと思うんですよ、時代にもうすでになっていたんだけども、うん、だ今僕らが取り組んでるのも、うん、結構予想がやってないことばっかりやってるんですよ。ただね、やってないことをやるので、うん、時々失敗するんですよ、はいはい、その時はね、うん、すぐ間違えたと言って改める、うん、それが許される素地というか、このうんまあ、組織体であると、そういう許容の範囲のことなんでしょうかね、しようということで今動いてます、雲地のこの新社屋ビル、2025年にどういうビルにするんだみたいなことは、いろんな人がいろんなこと言っていくでしょう、期待も大きいわけで、新しいビルへの、まあ、もうすでに発表してますけれども、うん、ビルは上の方にホテル載せれますね、うん、ホテルが来ます、まあ、結構高級ホテルが来るホテル、うん、ウェルパークさんという、でそういう意味ではホテルからの家賃収入も入ってくるので、うん、何もしないよりは立てた方がいいです、うん、というのがまず一つの答え で規模的にはですね、うん、かなり巨大です、はい、ですね、その発表を見たので、期待しているわけですよ、県民は。だからまあそういった中でそのビルの中での働き方自体も、ね、うん、大きく変えていこうと今思ってるんですね。でも一部始めるんですけど、まあ、新しい仮の本店を今作ってて、引っ越しますよね。そこでも実験しようと思ってるんですけど、まずね、やっぱ組織っていうのがでかくなるとだんだん縦割りになってくるんですよね、うん、他の自分のこの陣地を守るみたいな世界になってくるんで、それって非常によろしくないんです、組織的には。セクシャナリズムと言いますね、セクシャでもあるんですよ、はい、でそれをどうやって排除しようかっていうのが前からのテーマの一つなんですけど、うん、今度やる実験っていうのはね、まずこのセクシャナリズムの一番の根源はね、その部長同士が話し合わなかったりする、ね、うんうん、俺のところって。だから今回はですね、レイアウトを、ね、かなり変えましてね、うん、まあ、例えば2つの部があったとしたら、部長が利根川に座る、でそこから社員が放射線上伸びていくっていう制度にしたり、あと営業関連の部門は5人の部長が丸いテーブルでこっちにいて、うん、各部が外に広がってフリーアドレスとか、ね、そういった部の垣根をなくすっていうのをね、今やろうと思ったんですよ。新しいビルからそれも始める、それはいいですね。普通は組織があるところ、部長同士が話すところまでにいろんな準備をして、うん、シミュレーションもしながら、それでエネルギーかけて、うん、で最後に部長同士話しようと、うん、こんな話が起きるんですよね。だから、まあ、今僕ら役員を大部屋にしてるって言ってますけど、うん、そうするとね、その役員に話説明
する他の部長とかいらっしゃるわけですね、部の職員が、うん、それは真ん中にテーブルがあってそこで話してもらってるんですよ、うん、そうすると僕聞こえるんです。なので情報の共有がそれだけでできるんですよ。なるほど。同じようなのを各部でやろうかと思っていて、部長を並べたり、そしたらほら隣で部長とか話してたら、うん、嫌でも聞こえるじゃないですか、うん、じゃあつまりその新しくできてくるビルというのは、うん、本店ビルというのはその形もそれは大きくてけども中身も違うものができてくるんだよという。あとは関連会社の、私どもは琉球リースとかね、うん、オークスとか DC とかそういった関連会社あるんですよ。そこも今ビルが別々じゃないですか、うん、新しいビルではそれも中に取り込もうと。なるほど。でその上で、まあ、これも今ご当局で調整してるんですけど、普通関連会社が入ってくるとですね、フロアを変えたりとか、うん、壁作って、うん、とかするじゃないですか、うん、やめようと。普通の部みたいに同じ場所に行くと、うん、例えば琉球銀行の、法人営業の隣にですね、はいはい、琉球リースがいるとかですね、で見たらああいる社長も座ってるとかね、うん、こういったレイアウトにしようと思ってて、でそれが銀行法上的に問題がないかということを今東京も調整してて、まあ、いくつかの宿題をいただきながら解決して向かってるんですけど、まあ、そういったような、ね、配置も考えてるんですよ。まあ、だからまあこういった実験をしながらですね、うん、本当にこれがうまくいくのかどうかっていうのもそれ試してみたいなと思って、うん、中期事業計画を見させてもらったんですけども、はい、あれはまるでその行員の皆さんの中で、の、 ペーパーのようなものが、ええ、ホームページに載ってるもんですから、あれ何も削除してませんよ、うん、全部載せてます。これそういうものが画期的でしてね、中の資料が一般市民にもそのステークホルダーだけでもなくて普通にホームページで見れるというのはこれはどういう考えでいらっしゃる。隠す必要もないし、うん、俺が向かっていることをしっかり理解してほしい。こういう戦略でやってますよということを、例えばうちのホームページで、うん、今年はコロナでね、実は経営説明会ってできなかったんですよ、まあ、毎年決算が終わった後に説明会をお客様がお呼びしてやってるのが、うん、なので私ビデオを撮って、うん、決算の説明1時間くらいずっと話してますよ。YouTube でオープンしてますんで見ていただければ大体のことは言ってます。決算の説明はそうだと思いますけども、決算の説明の時に、うん、後半は経営戦略もしてるんです。そうですか。なので見ていただくと、うん、まあ島田さんがご覧になった、ね、はい、経営企画書の概要っていうのかな、うん、そのポイントを私が書いてまで解説してるんです。そこは見てませんでしたけど、うん、そうですか。そうするとその社内と外とのその、うん、壁みたいなことが限りなく低くなっていってますか。そうですね。琉球銀行デジタルばっかりだと思ってるかもしれませんけど、うん、まあ、それも一生懸命やってますけど、それと同じくらい社員教育が劇的にも入ってるんですよ、うん、ポイントだけ。例えば新入社員の育て方も、うん、以前は三月、研修したらすぐ現場に行って現場で学びたいってのをやめました、うんうん、1年間本部から預かります。で、まあ、当然ずっと本部に座学ばっかじゃなくて現場に行くんですけど、うん、行ったり来たり行ったり来たりを全部本部がコントロールしてですね、1年間面倒見て、で1年間で1人前に、1人前にはなりませんけど、うん、仕事の大部分を見て自分が将来どんな仕事をしていくのかというところがある程度俯瞰できるところまで持っていってそれから配置します。形を変えた、あとね、うん、スキルの見える化というのが今一生懸命やってますよ、うんうん、業務をいろんな細分化してですね、例えば営業職でも70くらいに分割して、それがどこができてる、できてどの辺までできてると全部測定してコンピューターで入れて営業店のスタッフそれから本部のスタッフが見れるようにしてるんですよ、職員が。でそれでここはこの人はこっちが弱いからこれを伸ばそうということを地道にやってるんです。事業、人材こそがこれからの事業ですよ ね、 そうですね。すぐには、ね、効果出ないかもしれないけど、うんうん、やっぱこういうことを 4、5年やればね、確実に成果出ると思ってて。ダイバーシティという言葉を出された、ええ、その女性の管理職登用というのも事業計画の中に大きく歌われています、ええ、はい、どうやって増やしたかというとですね、無理やり増やしたんじゃないんです、まず一つ一番やって、うん、一番聞いたのは女性はやっぱり出産育児というのが、ね、あるわけですね、うん、そうすると一般的な会社の中だと、出産して育児して、まあ、2年間お休みしましたと、トータル1年半かな、うん、で、2人目が生まれました、じゃあ合計3年ですと、そうするとどんなに早くても3年間男性より仕事が遅れるわけですよ、うん、そういう仕組みだったら、例えばこの職能資格制度に上がって、うん、このクラスだとここのクラスを3年しないと次の学生に、この階段になったりする。でそれでどんどん遅れていくというのが今までの人事の仕組みだった、うん、それをですね、この育児出産で休んだ期間は勤務したとみなしますというルールにしてますよ、うん、でそれを
過去に遡ってみなしますというふうに変えたんです、うん、そうすると我が社だと管理職に上がるときは昇格試験と面接があるんですけど、うん、そこでの判定がなくなるわけだ、うん、来れなかった人が退去したんですよ、うん、2年前に。で実際面接するといいじゃないかと、うん、で管理職バンと入れたらとうとうですね男性の昇格より女性の方が多くなっちゃった、うん、やっぱり女性の活躍の場が増えてくるし、まあ、実際今度今の女性の、部長も、ね、生まれましたし、そうですか、初めて沖縄社会が次にトライするときのモデルを先行的に琉球銀行という組織でやってもらっていると、人材の活用とかね、育成だとかね、やはりね人がね、うん、いくらシステム化が進むとですね、はい、うん、ここがもうあの企業の財産ですから、いかにここを伸ばしていくかっていうのはやっぱその企業の成長力も直結すると、うん、でこれは一朝一夕にはできない。銀行の中で私がいつも言ってるのはやっぱりね、自由化という組織でありたいっていうのをずっと言ってるんですよ、うん、やっぱりいろんな人が、まあ、さっきのダイバーシティもありますけど、うん、いろんな人がいろんな立場でいてね、うん、一つの意見に凝り固まらないでみんなで刺激があって、ね、うん、いける組織、うん、そういった会社が琉球銀行であってほしいと思ってるんですね。これもまた繰り返しになるんですけど、うん、まあ、我々の、ね、古典的なビジネスっていうのは、まあ、お金を貸すことですよね、うん、まあ、これが始まったりとか、まあ、カードがやってますけど、そういった機能自体は全く変わらないんだけれども、一つの視点としてやっぱね、沖縄に愛のある企業をね、うん、どう育てるか増やすか、そういったところを特に応援するっていうポリシーを持ってるんですよ。でそういったことによって結果的に、うん、沖縄に愛のある企業がどんどん増えていくというね、そういった世界を私は、まあ、金融中、ね、面で、まあ、応援したいなと思ってますね。愛ですね。組織が成長するためにはダイバーシティ、多様性が大切、そして人材こそが企業の財産とおっしゃる川上頭取。理想を掲げるだけで終わらずに、具体的に女性が働きやすい環境づくりであったり、オフィスの机のレイアウト一つとってもこう実験をしながら向上を続けていらっしゃいます。沖縄に愛のある企業をどう増やしていくのか、琉球銀行チャレンジするバンカーたちの取り組みにこれからも期待したいと思います。島田さんはお話を終えて、復帰50年を迎える沖縄経済にとって琉球銀行の存在や発信が重要なものになると思います。生まれ変わる琉球銀行本店は沖縄の新時代を象徴する空間になるはずです、というコメントでした。今週のコーナルラウンジは琉球銀行頭取の川上泰史さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。私はかなりの機械音痴で完全なアナログ人間なんですが、やはりコロナ禍で直接会って会議をしたりすることにちょっと制約が出る中で、リモート会議なんかね、本当にお世話になってるんですが、先日うわこれは便利だなと思った出来事がありまして、とある映像撮影の準備をしているんですけれども、本来であればこうみんなで集まってね、衣装合わせをしたりとか、まあ、小道具の確認をしたりなんていうことをしなければならないんですが、今回はみんなそれぞれの場所からリモートでやろうということで、まあ、着替えなんかにしてもね、ちょっと画面から消えて、着替えてくるという感じで、着替え終わったら画面に出て、これどうかなとか、メガネなんかもその場で付け替えてみて、どんどんね、これがいいんじゃないかとか、小道具なんかもね、画面上に出して、こういうのがいいよね、みたいなことを、ワイワイ言いながら、まるでこう、その場にいるような感じで、意外と進めることができるんだな、と。小道具のチェックも衣装チェックもヘアチェックも全部オンラインでできちゃうんだな、これは便利だなというふうに思いました。もちろん実際に会って話をしながらというのが一番いいのではあるんですけれどもね、いろいろと制約がある中でできないことが増えていく中で、こういった文明の利器を利用することでできることが増えていくっていうのは本当にありがたいことだなというふうに思いました。ただ一つだけこうオンラインなので、どんどんとこうね、会議なんかを続けざまに入れることができると、
ちょっとね、間の休憩時間なんかもなくて、もう一日中ね、パソコンの前に座っているというふうなこともちょっと大変だなというふうに思ったので、こういう時だからこそうまく時間のマネージメントをして、しっかりと休憩時間も置きながら、集中してそれぞれのことに取り組むことができればいいなというふうに思いました。私も一生懸命デジタル勉強中です。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか、1週間の振り返り聴取も可能です。さらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しています。こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます。また沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか、私富田めぐみとコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますので、お時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。